聖母、マリアの元を訪れるキリスト・ジョルジェア・フォンソが、マードレデ・デウス修道院祭壇がより、ジョルジェア・フォンソは、ポルトガルのルネサンス期の画家。ジョルジェア・フォンソは、1508年に、ポルトガル・オーマヌエル一世によって、宮廷画家に任ぜられ、1529年には、ジョアン三世に再び任ぜられた。彼は主に、リスボンを拠点とし、サンド・ミンゴス教会近くに画帽を構えた。 彼のもとで修行をした画家は、クリストバオンデ・フィゲーレド、ガルシア・フェルナンデス、グレゴリオ・ロッペス、ジョルジェ・レアルラである。主に祭壇画を描いたとみなされているアフォンソは、それを王妃レオノール・デ・ビゼウによって命じられていた。全王妃のため、アフォンソは1515 15年にマードレで、デウス修道院の祭壇画を描いた。この壮麗な祭壇画は、現在リスボンの国立古美術館の所蔵となっている。 1520年から1530年の間、再び、レオノール王妃の公園で、彼は、セトゥーバルのジェズス修道院の祭壇画となる14枚の、ついたてを描いた。このついたては、修道院内の美術館で見ることができる。ジョルジェ・アフォンソの画帽は、トマルにある、キリスト教会の壁の装飾を組み合わせたが、これは1530年代に創作された。ありがとうございます。